交際4年目の記念日、大好きな彼にプロポーズされた私。自分の親への紹介も済ませ、あとは彼の両親にご挨拶するだけ。優しい彼のご両親だから、当然ご両親も優しい人たちだろうと思っていたら、なんと彼の実家は家政婦を雇うくらいのお金持ちだった。さらに私が母子家庭だと知った途端、両親の態度は一変。母子家庭の貧乏人は却下。私を貧乏人だと決めつけ、大切な母を侮辱するなんて許せない。幸せをつかむため、失礼な二人を絶対にギャフンと言わせてみせる。私の名前は斉藤美希。友人の紹介で知り合った優斗と付き合って4年になる。この前の記念日、ついにプロポーズを受けた私は幸せの絶頂。大好きな優斗と結婚できるなんて夢のようだ。母に報告し、優斗を紹介すると本当に喜んでくれた。仕事のジャンルが近いこともあり、二人はすっかり意気投合したみたいで一安心。父の墓前にも優斗と二人で報告した。実は私の父は大学生の時に亡くなっている。大学の学費は母が払ってくれたし、私もすぐに就職したから大きな苦労はしなかったけど、結婚式のバージンロードを父と歩けないのは正直言うと寂しい。そんな私に寄り添ってくれる優斗は本当に優しい人だ。こんな優斗を育てたご両親もきっと優しい人なんだろう。緊張とワクワクが入り混じった気持ちで私は挨拶の日を迎えた。挨拶当日、最寄り駅で優斗と待ち合わせ、二人で実家に出向いた。優斗の実家について事前にあまり聞いていなかった私は、実家に到着して驚いた。それは私の実家の3倍くらいある広いお家だったから。しかも今私たちを案内してくれているのはお母さんではなく家政婦さんらしい。優斗と優斗のお父さんは全国展開している有名食品メーカーに勤めている。優斗は商品開発をしているが、お父さんは部長らしい。優斗のお給料も同世代より高いくらいだから、部長であるお父さんはかなり稼いでいるのだろう。少し唖然としたまま、私たちは客間に案内される。すぐに優斗のご両親も到着し、私は緊張しながら挨拶をする。お母さんは一人息子の優斗が結婚することに抵抗があるのかもしれない。なんとなく品定めをするような視線を感じ、居心地が悪くてつい縮こまりそうになる。でも、こんな豪邸に住むお金持ちの一人息子にお嫁さんができるとなれば、ご両親も過敏になるのは当たり前かもしれない。そう思って自分を納得させるけれど、お母さんの視線がやっぱり怖い。そんなこんなで世間話も一段落したところで、私の家庭環境についての話になる。私は正直に父は亡くなっていることと、母は大学に勤めていることを話した。まあ、じゃあミキさん母子家庭なの？驚いた様子のお母さんに、私はそうですと答えた。母子家庭か、それは問題だな。そうよね、いくら優斗がエリートでも向こうのうちのお金の世話まで押し付けられたら困るわ。どうやら二人は我が家の経済状況が不安らしい。うちは確かに母子家庭だけど、お金に苦労したことはないのに。私がどう話せば分かってくれるか考えている間に、二人の話はますますエスカレートしてきた。母子家庭じゃ大した教育も受けていないだろう。それで優斗と付き合っているだなんて汚らしい。最初からなんとなく品がないと思ってたのよね。貧乏人だって分かって納得したわ。二人の言葉に私は唖然として何も言えなくなってしまった。優斗の両親が母子家庭というだけで私を貧乏だと決めつけ、差別するような人だったなんて。ミキになんてこと言うんだ。それにミキの家庭は貧乏じゃない。ショックで何も言えずにいた私の代わりに優斗が反論してくれる。
ユートの言葉に少し正気を取り戻した私は慌てて付け加えた。父が亡くなったのは私が大学生の時ですし、その頃には母も今の仕事をしていたのでお金の心配はないんです。そう反論する私をユートの両親は冷たい目で睨みつける。貧乏人が見栄を張らなくていい。ユートと結婚するのもどうせお金のためなんでしょ。そんな女にユートは渡せないわ。どうやらこの二人には私の話を聞こうという気持ちはないようだ。隣のユートも信じられないといった顔で二人を見ている。あなたもユートも大企業のエリートだもの。お金のために近づいてくる女がいるのは仕方ないけど、母子家庭の貧乏人じゃ釣り合わないわよね。ユートにはもっとお似合いの女性がいるはずだな。あ、そうだ、うちの社長秘書がかなりの美人で独身だったはずだ。家柄も申し分ないし、お見合いさせようか。ユートの両親は二人で勝手に盛り上がり、私たちの結婚どころかユートを他人とお見合いさせるとまで言い出した。二人が何と言おうと俺はミキと結婚するから、母子家庭の貧乏人は却下。ユートの言葉を遮り、お母さんが突然立ち上がった。そのまま私の前に立つと腕を掴んで私を無理やり立ち上がらせる。え、痛い。あの、貧乏人はこの家にふさわしくない。今すぐ帰りなさい。そう言うとお父さんは家政婦さんを呼んだ。お母さんが家政婦さんに手伝うように言い、私は二人がかりで部屋から押し出される。ユートは慌てて私をお母さんと家政婦さんから引き離そうとするけれど、そんなユートの反論にもお父さんは全く聞く耳を持たない。結局私たちは玄関まで連れてこられてしまった。貧乏人は二度とうちの敷居をまたぐな。ユート、お前もこんな女に騙されて情けない。自由な一人暮らしは終わりだ。うちに帰ってきなさい。お父さんのとどめの怒号が玄関に響き渡る。そこに突然ピンポーンと場の雰囲気にそぐわない音が鳴った。誰かが来たようだ。予想外のことに驚き、ユートの両親が私を罵る声が止む。来訪者にどうぞと声をかけたのはユートだった。ユートの声に応え玄関を開ける来訪者。お邪魔しますとのんきな声と共に入ってきたのは私の母だった。え、お母さん。ミキ、大変な目にあったね。もう大丈夫。どうして母がここにいるのかわけがわからない私だが、それはユートの両親も同じのようだ。どうしてお母様がうちに。あの人どこかで見たことある気がするわ、と小声で話し合っている。お父さんが家政婦さんに指示を出す。おそらく私と母を追い出せとでも言ったのだろう。それに気づいた母は先手を切り、名刺を手にユートの両親に挨拶をする。はじめまして、ミキの母です。私こういうものです。ところでうちの娘が何か失礼をしまして。母が手渡した名刺を見て、ユートのお父さんは一気に顔色を変えた。勝手に入ってくるなんて、貧乏人らしく親子揃って意地汚いのね。一方お母さんは夫の変化に気がつかないようで、相変わらず母を見下すようなことを言っている。それを慌てて制したお父さんから発せられたのは驚きの言葉だった。家内の失礼をお許しください。どうぞお中へ。もちろんお嬢さんも。母と共に再度客間に通された私たち。家政婦さんがお茶と一緒に運んできたのは有名な老舗和菓子屋さんのお茶菓子だった。私とユートだけの時はこんな見るからに高級とわかる品は出てこなかった。ユートのお父さんが母の機嫌を取ろうとしているのは明らかだ。席に着き気まずそうに口を開こうとしたユートの父を遮り、母が話し出す。改めまして、大学教授をしております斉藤美智子と申します。部長さんとお会いするのは初めてですが、御社にはお世話になっています。
言い訳が許されなかったことに気づき、一気に青ざめる優斗のお父さん。お母さんもようやく夫の様子がおかしいことに気づいたのか、それまでブツブツと文句を言っていた口をピタリとつぐんだ。実は私の母はれっきとした大学教授なのだ。栄養学の分野では有名で、テレビ番組などに食品の栄養素や効能についてのコメントを出すこともよくある。初対面の優斗の両親が母に既視感を覚えたのはそのためだろう。そして最近では優斗と優斗のお父さんが働く食品メーカーとの共同開発の話が進んでいるらしい。私が優斗を家に呼び母に紹介した時、商品開発の担当者としてすでに仕事で顔を合わせていた二人は互いに驚いていたのだ。優斗は私のことを本当に愛してくれているので、私や母をバカにする自分の両親が心底許せなかったらしい。両親の態度を見て、明らかに優斗の父より年収も知名度もある私の母にこの場を収めてもらうことを思いついたのだそうだ。優斗さんから連絡をもらって驚いたわ。私や私の大切な娘のことを貧乏人だとバカにするような人が部長をしている会社と共同開発なんてできません。他のメーカーからもお声がかかっていますし、そちらとのお話は白紙にさせていただきます。毅然とした態度でプロジェクトの白紙撤回を言い渡す母に、優斗のお父さんは慌てて謝る。斉藤先生、申し訳ございません。まさか娘さんだとは夢にも思わず。この通りです。どうかそれだけはお許しください。ほら、お前も早く。申し訳ございません。優斗のお父さんは私の母に土下座で詫び、お母さんにも謝罪を促した。お母さんも慌てた様子でそれに倣う。しかし母は強い調子で謝罪を拒否した。娘かどうかは関係ありません。相手が誰であろうと、家庭環境や収入で人を見下すような方とはお付き合いしたくないの。話が進む前に分かってよかったです。あなたのような人を部長として登用している会社と素敵なお仕事ができるとは思えませんから。そんな、どうかどうか私にもう一度チャンスを。畳に額をこすりつけて詫びる父を見て、優斗が残念そうに口を開いた。父さん、母さん、俺は会社を辞めるよ。もう二人のことは親だとは思わない。結婚式にも呼ばないから。優斗、一体どういうことだ。一人息子の突然の宣言に慌てて顔を上げる両親。二人に心底うんざりしたような様子で優斗は説明した。優斗が私の恋人だと知る前、優斗の優秀さを見込んだ母は自分の研究室への引き抜きの話を持ちかけていたらしい。優斗は今の仕事をするうち、商品の開発よりむしろ栄養素の研究の方に興味が湧いた。そのため母からの勧誘にとても興味があったらしい。しかし返事を保留している間に、優斗が私の恋人だと判明した。優斗が会社を辞めてしまうと、私たち夫婦と優斗の実家との関係に亀裂が入る原因になるため、母の引き抜きの話はなかったことになったのだ。しかし今回の件で優斗は両親に絶望した。このまま今の会社にいても自分の成長を妨げるだけだと考え、母についていくことを決心したらしい。優斗、考え直してくれ。このプロジェクトに加えてお前まで失うことになったら。そんな、優斗お願いよ。お母さんを許して。優斗に必死ですがりつく両親だが、優斗の決意は固かった。泣き崩れる二人に改めて別れを告げると、私たちは優斗の実家を後にした。その後、母は優斗のお父さんが勤める会社に正式にプロジェクトを白紙撤回する旨を連絡した。その責任を取らされ、優斗のお父さんは部長から降格された。取引相手の身内にモラハラをしたとあっては、会社としても役職をつけるわけにもいかず、
今は社員に後ろ指を刺されながら雑用係をさせられているらしい。当然給料は一気に減額され、家政婦を雇う余裕もなくなった。広い家の維持費もバカにならないため、家を売って引っ越すことも検討しているらしい。優斗は会社を退職し、面接と試験を受けて母の研究室に入った。興味のある研究を存分にできる新しい仕事は楽しいらしい。生活が落ち着いたところで、私たちはささやかな結婚式を挙げた。二人での生活は毎日本当に幸せで充実している。